僕を探しているんじゃないのかね。男が来たら両方からハサミ撃ちっていう作戦。うん。それからどうする？決まってるよ。捕まえて駅員に突き出すのさ。すぐ警察に連絡してくれるよ。しかし突き出す理由というか、別に何したってわけじゃないんだろ千尋。俺も最初はそう思ったさ。だけど現実にこいつは投稿拒否を起こしてるわけだし、立派な犯罪行為と言えんじゃないかな。そうよ。このままだったら千尋は学校に行けないわけだし。この番組は大和ハウス、メナード化粧品、タカラスタンダード、ライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうしたのよ。泣いてちゃわからないじゃないの。父さんは？お兄ちゃんは？千尋。抱きしめてもしも二人の愛が壊れやすい物語でも今はいいの。さよなら背中合わせの優しさだってつらいね。Thank you.